ゼロの使い魔は MF 文庫 J から刊行された山口のによる日本のライトノベル。イラストはうず英二が担当。また、これを原作とする漫画、テレビアニメ、ゲーム作品である。略称はゼロマ、ゼロシ。全22巻の作品であるが、山口のが自身で完成できたのは20巻までで、ある。 山口は20巻の後書きでこの作品が残り2巻で完結することを明らかにしていたが、その後自らが末期間であることを公表した。2012年9月時点でラストまでのプロットを完成させたと述べていたが、2013年4月4日に死去したため残り2巻を残して当作品は絶筆となった。しかし前述の通りプロットは完成していたことに加え、 山口昇本人及び遺族の意向により山口の生前に選任された別の人物に引き継ぐ形で続巻が刊行されることが2015年6月25日に公表されたそして第21巻が2016年2月25日に全世界同時に発売された5年ぶりに出版された第21巻の発行人による後書きにいて残り1巻を持って 完結予定であることを再び表明。2017年2月24日に最終巻となる第22巻が発売され、その後文庫未収録であった短編及び山口昇が残した未公開プロットが収録されたゼロの使い魔メモリアルブックが2017年6月24日に発売された。この作品には作家の志、 随友からコメントが寄せられ、非公開だった大筆者が自身であることを明かした。平凡な高校生、平賀斎とは、ある日突然、異世界ハルケギニアに召喚されてしまう。祭人を召喚したのは、トリステイン魔法学院の生徒でありながら、魔法の才能がまるでない、ゼロのルイズこと、ルイズ・フランソワーズル・ブランド・ラバリエールだった。 人を召喚するという前代未聞の諸行を現れたルイズは、祭人を犬扱いと、険悪な関係から物語は始まる。祭人の元の世界へ帰りたいという希望と、時が経つにつれて縮まっていくルイズと祭人の距離、両立しないそれらの葛藤と、エルフとの対立を中心としたシソブリミルの因縁の二つを、軸に話は展開される。 2018年8月時点で、全世界シリーズ累計発行部数は680万部を突破している。作者の没後に、別人へ引き継がれて発売された第21巻は、オリコンの週刊ライトノベルランキングで1位になり、発売から1か月たらずで重版がかかったという。突起のない限り、著者は山口昇る、イラスト担当は鵜塚栄治。 レーベルは、MF 文庫 J。本編短編集外伝特記のない限り、原作者は、山口登メディアファクトリー、MF コミックスアライブシリーズより出版。公式アンソロジーコミックムック特記のない限り、メディアファクトリーから発行されている。キャラクターデザインは前期とも、藤井正宏、アニメーション制作は、JC スタッフが担当した。内容については、 設定や物事が起きる時期などで原作との相違点が生じている。後述のゲームとともに、すべてのシリーズでオープニングテーマを歌手の一子がエンディングテーマをルイズ名義でくぎみやりが担当している。第3期 DVD 各巻収録の映像特典ピクチャードラマ、全7話、二人で芝居を行うといった内容になっており、前半はルイズが、 メイド役で祭人が白尺役に、後半はルイズが白尺不人役で祭人が騎士役になる。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。ゼロの使い魔総額の騎士に関するカテゴリゼロの使い魔三匹の臨部に関するカテゴリゼロの使い魔 F に関するカテゴリ烈風の騎士姫に関するカテゴリありがとうございます。